宮台ニュースです。 JR 宮崎駅前の網広場で健康イベント青空教室が開かれました。このイベントはロコモ予防など健康増進を目的として宮崎市地域包括ケア推進課株式会社 JR 宮崎シティ宮崎大学医学部整形外科が共同で開催しました。ロコモとはロコモティブシンドロームの略で、運動機の障害のために移動機能が低下をきたした状態のことを言います。運動機とは骨や筋肉、関節など体を動かす仕組みのことで、どれか一つでも悪くなると体はうまく動かなくなります。ロコモ健診コーナーでは、ロコモナースと一緒に足腰の状態をチェックする立ち上がりテストや、歩幅を測定するステップテストと生活習慣などを振り返りながら、運動や食事の方法などのアドバイスを受けていました。宮崎いきいき健康体操コーナーでは、宮崎市と宮崎県立看護大学が共同開発した介護予防運動プログラムに沿って運動教室が行われ、参加者はストレッチをしたり、音楽に合わせて体を動かしていました。いいえ、子どもにも見られます。スポーツのやるすぎによっての運動機の障害、そして運動不足による、運動を全くやってないための運動の機能の障害、2極化しているようで、そちらが問題なようです。ご自宅の椅子に腰掛けていただいて、手を組んでいただいて、片足で立ち上がる動作をしていただくことで、あ、足にはこれだけの力が必要なんだなということを分かることもできます。歩くだけでも足の筋力って使うんですね。できればスクワットなどのロコモーショントレーニングを日常に取り入れてほしいなと思います。タンパク質だけでなく、バランスの取れた食事をお願いしたいです。バランスの取れた食事をされている方っていうのは、足の筋力が落ちなかったり、歩くスピードも落ちないようです。よろしくお願いします。また宮崎市のロコモ健診は特定健診と一緒に実施しており、誰でも気軽に参加が可能とのことです。みんなでロコモ予防。以上、宮崎大学マルチメディアスタジオより宮台ニュースをお伝えしました。